はい、はい、2016年ゼロトレーダーのバイナリーオプションにおいて日本一から世界一になり一応検知資格投資をしておりました半間陽先生です。今回は半間陽先生の FX 投資で、1000ロット投資ですね。1000ロット投資、をするということでね、 0.01 ロットじゃないですよ、1000じゃないですよ、1000ロットですよ。1ロット1のロットから10ロット100ロット1000ロットあるぞ。だから1000ロット割る1.0だから本倍だから1、10、100、1000万10万かける、1、10、100、1000万10万、100万10億ですね、10億ドル、ね、半間先生が10億ドル投資っていうのはねしますけど、どうやって投資するか、これですね、こういうの今4つあるんですけど、これ見てみましょうか。ここでシグナル、今勝率が 83.3%、 3ヶ月間で6個出てます。で平均ピップスが420ピップスですね。このシグナルは出ます。1日後ここまで利益、ここにシグナルが出ます。ここで利益約400ピップスぐらいの稼ぎなんですよ。だから、いくら稼げるな。1000だから、1000ロットでしょ？割るごとの。でかけることの400だからかけるよ。1234 だいたいね1日で4000万ですね。1日で4000万稼げた。これが見るかな。1000ロットだ、わかります？10億円、あ、10億ドル、このテクニカル分析422って出てるんですよ。だから1回に1000ロット投資すると1日で4000万です。インジケーターの表示は戦略がバレるんで消してます。勝率 83.3%、 6個シグナルが出てます。3ヶ月前かな、これ15分足でやってる分析してね、結構正確でしょこれ。ポンポン、どういうとこなんだろうな。
で、こう見て、一つ見えたか、今度こっちですね。実際に半間先生はこんなもんですよ。FX ね。これは4回、3回前から4回しか仕組みが出てないんだけど、勝率 75% だから結構負けることもあるのね。これは、見えちゃうね。ちょっとあるね。ね、シグナルプロバイダーやりますから、皆さんも稼いでください。僕のシグナル、ん、投資してください。手数料僕のところに入ります。多分問題があるんだな。でもね、当日のピップ数って少ないんだよ。ね、うん、勝ってるの？うん。これが儲かりやすいかな。勝ち、勝ちね。1回のロット数ね、1000ロットですから私は、ね、僕は1000だけ実は1000って言ったってあれよ、0.01 ロットじゃないですよ。0.01 ロットって1000ドルでしょ。1000ドル投資。こう打って。1000ロットとしたらここまでいくら稼げると思います？400万ドルか？5000万ですよ、5000万。これだけの幅の差で5000万。この幅の差で利益は5000万。慣れてきたらね、1000ロットじゃなくて1万ロットにしますね。1万ロットだとここだけで1日で4億円稼げるんですよ。1万ロットでね、1日で平均出てるからね。この場合は6回でしょ、うん、その場合の平均で422ピップだからね。
だから1回でこれ1日で4億円ね、僕は稼ぐ。1日4億円ね、私の。で、これ売ってもこれ4億円稼いでるね。自慢ロット。外れることは結構あるんだな、だろうな。勝率 83% だからね。ただ実際はこの半分か3分の1でしょ。ここは1500ピップス。コンブレイク、ね、フルーツグラノーラ、1日で4億円でした、ね。他は出てないんじゃないかな、4つだけ。FX って儲かるでしょ。これを通すんですね。勝ち。平均だから400ピップスですから。ね。1万ロット投資して1億円ですね、4億円ですね。1日で4億円稼ぐ。ここもここで1万ロットでしょ、1日で4億円ですね。これがハンマヤオ先生の FX 用のインジケーターです。表示は秘密なんで隠してますけども、勝率は出てます。勝率と平均ピップスね。うん。バイナリーオプションと似てんね。うん。うん。1日4億円の日当っていうのも結構いいですね。これはね、自動売買とか取れてます。